今週のトイボックス。サンキューフォーザミュージック、生活に音楽を。サンキューフォーザミュージック。今週のトイボックス。はい、今週も始まりました、今週のトイボックス。イエーイ。今週のメンバーは、まおちゃん、はい、あーちゃん、はい、トミー、はい、そしてまえお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、少ないね、今日はガールズ4人ということで。さっき言いません、今日いないね。そうだね、9人メンバーなのに、ちょっと毎回少なくて申し訳ないんですけど、半分ぐらいない。なんかちょっとね、慣れてきちゃったもん。そうだよね、わかる。この人数個人前な感じ、慣れてきたよね。そうそう、あーちゃん出席率いいしね。そうだね、違う、ね、そうだね。そう、今日は11月1日ということで、うん、昨日ハロウィンだったんだけど、みんなどうやって過ごしたかなと思って、うん、気になるね。ね、気になるんだけど、うん、気になるんだけど、私たち今日収録してるのちょっとその前の日なので、そうだよね、私たちにとってもこれからハロウィンということで、ちょっとハロウィンについて話していきたいなと思うんだけど、うん、もう今年ハロウィンやった？やってない。あ、あーちゃんやったよね。あーちゃんやった。なんだっけ、見たよ、フェイスブック。あ、ユニバー。そう、ユニバー行ってきた。ユニバー行ってきた。何のコスプレ？あ、あれはね、なんかナースなんだけど、一応。あ、私見てないよ、それ。あのね、ナースなんだけど、黒なの、白じゃなくて。え、ダークナース。そう、黒ナース。黒ナースってやつ。黒ナース私しかいなかったもん、黒のナースなんて。だからレアだった、ちょっと。え、なんかさ、傷のメイクとかした？あれね、でも本当はすごい、なんかね、ああいうのっていろいろ、何、ボンドとか、なんかのりみたいなの使って、そう、ティッシュとかでやるんだって。でもそこまではちょっとできなくって、とりあえず血のりを買ったの。あの、なんか、赤いやつ、つけるやつ。そう、絵の具みたいなやつ。あれを買ったから、それをとりあえずつけといた。見たよ、なんか垂れてるじゃん。そう、とりあえずつけた。傷ないけど血出てるみたいな。そうそうそう、いきなりなんか出てる。してたよね。そう、あ、そうだ。そうなの。そこはちょっとゾンビっぽさを出した。ゾンビのナースってこと？いや、わかんない。ゾンビかわかんないけど。緑に顔塗ればいいの。怖いね、リアル。緑と白が混ざったから。なるほど。誰かわからんから。ちょっとそれもあったね。うん、でもそう、ちょっと楽しんできた。ユニバってさ、夜になるとゾンビが出てくる？そう。なんか、あ、そうなの？何時だっけ？6時とかぐらいからもう決まってて、そういう、うん、なんかこの時間からゾンビが出ますみたいな。うん、その時間になるといきなり、うん、はい、今何かどっか遠くの方でなんかドーンみたいな爆発音みたいなのがあって、うん、へへへみたいな、うん、で、ちゃんとそのパーク内も電気が消える、うん、怖い、街灯とか、うん、めっちゃ怖い。そのお店のちょっ、あ、でも真っ暗か、うん、真っ暗、ほとんど。なの？そう、逃げ場ないね。そう、だからなんか飲食店とかもあるじゃん、ああいうところ、うん、そこも真っ暗になってて、うん、食べれないじゃん。だから中の人暗い中食べてたり。シュール、めっちゃシュールやん。そうだけど、で、そっからなんかどこかともなくゾンビが出てくるっていう。へぇ、そうで、ちょいちょい脅かしてくる。うわ怖い。え、普通に歩いてって？歩いてて。写真撮ってくれた？あ、でも友達が撮ってた。なんかでかい。一緒に撮ってくれんの？いや、一緒には撮ってくれないけど、多分こうなんか横から撮るみたいな。襲ってくる。そう、襲ってる。めっちゃ怖い。別の人を襲ってるのをこう撮るみたいな。そう、そういう感じ。怖い。めっちゃ怖いな。ゲームの世界でしょ。あ、そうだね。でも私その一緒に行った友達が全然平気で、うん、そう、もう全く怖がらない。え、それもなんか怖い。そう。で、私はでも、あーちゃん怖がりそうだね。怖いって、なんかビビーだから私、うんうんうん、そう、脅かされるの苦手だから、うんうんうん、まず、もともとそれだ、なんか、もうブってだけなんか、うんみたいになるからだからその友達にずっと隠れてる。あ、二人で行ったの？そう、二人で行ってずっとその子の影に隠れてみたいな。なんかアトラクションは乗った？乗った。怖いやつ。そう、怖いやつ。そのチャッキーとかさ、あー、バイオハザードとか。わからない。あれ、なんかあるんだよね、お化け屋敷のもっとす、なんだろう、ソロバージョンみたいな。あ、お化け屋敷？わかんない。夜のやつ行ってないんだ。行ってない。本当はそのバイオハザードのやつ行きたかったんだけど、あの、もうダメだった。整理券とかも人気なんだ。そう、すごい人気だから。あれね、だけど、そうだね、うん、夜になったら勝手にゾンビが出てくるのに、わざわざね、起きやすい。怖いよ。あんだけ負けてたから、ね、うん、でもすごい楽しかった。うん、そっか、いいな。でもみんなもさ、去年さ、仮装したよね。そうだよね。やったやった、あの、やったじゃん。やった。
やったね。その時みんな何したっけ。マーヤなんだっけ。私は覚えてるよ。すごいね、印象残ってる。覚えてる。何やった。白雪姫。白雪姫トミー、アリス、うん、私ね、アナ。あ、そう、アナちゃんが一番ね。あ、そうだ、そう、すごいしっくりなんだ。しっくりなんだ。アナが一番しっくりしてる。私、マオちゃんとマーヤが残ってる。そう、ハリーポッターやったよね。ハリーポッターやったよね。なんか棒持ってたよね。あ、エクスペクト。それ寝るよ、それ寝るよ。懐かしいね。私はやっぱケイ君が一番好きだった。あー、確かに、ね、あれはね、苦しかったみたいな。そうだね。顔が見えないからね。よかったね。本当ケイ君なのかな。肉みたい。肉。終わったらさ、進撃の巨人が何かも分かんなかった。分かんなかった。この怖い思い。あのお面があるのがすごい。でさ、一人だけめっちゃ変わってて、みんなさ、衣装みたいなの着てたけど、ケイ君かぶり物だけじゃん。すごい、しらけた。え、トミーはなんか今年やる予定ある？ないよ、特に。今はやってない？特にないけど、なんか毎年さ、トイボックスでコスプレしようよみたいになるじゃん。うんうんうん、まあ、去年もやったじゃん。うん、で、そう、あーちゃんがさ、毎年ユニバとか行くんだよね。うん、あ、ユニバは初だったけど。あ、ディズニーとか？そうだね。あ、ディズニーとかコスプレ系やたら行くから買うのよね、毎回あーちゃんがその衣装を、うん。だから過去に使ったあーちゃんのやつを借りるの、私。あ、そうなるほどね。アナ貸せるよ、アナ。そういう時しか着ないからさ。いいね、姉妹だから。そう、だから今年はあーちゃんから何借りようかな。そんなね、やるかもわからないけど。でもなんか新しいコスプレしたいね。そうだね。合わせたら、だから。それはわかる。そうだね。結構豊富に売ってるもんね。似てな、似てるか似てないかを、置いといてさ、うん、なんかその、なんていうの、あのクオリティじゃないけど、うん、衣装のクオリティ、はいはい、安いっぽいやつもあれば、うんうんうん、めっちゃ高い値段の、うん、本当に本ちゃんみたいな感じあるよね、うんうん、あって私はやっぱお金がないから、いやでもそこは工夫次第だよね、これは。そうだね、うん、本人次第だ、本人のモチベーション次第だ。セラムあ、セラムいいじゃん、セラムいいじゃん、やってよ、やってよ。最近ネットで調べてた。めっちゃいいじゃん。どうやってやるんだろう。なんかおもちゃとか欲しくて、うん、コスプレ、私も好きなセラムのキャラクターの調べて、うん、だけどやっぱなんかね、安っちんだよね。え、着るんだったらちゃんと正式な、あの公式で出てるコスプレが、あるから、わかるよ、それ。それは高いから、うん、ちょっと買えないけど、まあでもセーラームーンのやつやりたいな。セーラームーンやりたいの？セーラームーン。セーラー、ウラヌスって。あ、やっぱりいいじゃん。かわいいじゃん。金髪してよ。え、いいな。めっちゃいいね。金髪だね。金髪だ。うん。金髪だけど、今の自分だったら、紫のやつわかる。プルト？違う、やつはやりたい。ホタン！ホタンちゃん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 ！ホタンやりたいな。かわいい。かわいいじゃん。めっちゃいいじゃん。かわいいじゃん。やるか。あれは可愛いよ。やばい、あれは。で、私もね、うん、ハロウィンやったので、うん、なんかハロウィン見たよ、まあ、本当？あ、フェイスブックかな、うん。見てない、まだ。ツイッターにあげてないから、ハロウィンの日にあげます。やった。もしよかったら見てください。はい、ちょっとここにお知らせなんですけど、来週のラジオ、このトイボックスのラジオなんですけど、お休みをいただくので、今度皆さんのお耳に。かかるのは次の週になりますのでお願いします。そこでここで再来週の再来週のラジオに向けて皆さんにちょっとお願いがあるんですけど、まあいつも 毎回恒例のまあ募集ですね、はい、募集です。今回のテーマ、私たち話してたハロウィン、今年のハロウィン何を着ましたかっていうのをみんなに聞きたいと思いますので、よかったら応募してください。お願いします。お願いします。で、そのメールをトイボックス宛てに欲しいんですけど、はい、トイボックス、メールの送り方が、トイボックス公式サイトのコンタクトからトイボックス宛てにメールが送れるので、そこからお願いします。はい、で、あとこのラジオをトイボックス YouTube チャンネルからお聞きの皆さんは、動画の本文の中に、はい、トイボックス宛てのアドレスが入ってる。はい、てるので、はい、そこからメッセージを送ってください。はい、はい、はい、お願いします。お願いします。楽しもうぜ、ハロウィン。そうだね、みんなも。そうだね。そうだね。皆さんもどんどん、じゃんじゃん送ってくれると嬉しいです。うん、じゃあ、今週はこの辺で、バイバイ！バイバイ！